今日は先発西スタンリッチで始まりましたデーゲームです。初回3番の内川から三振を取ります。西が素晴らしい立ち上がり。2回の表長谷川、ホークスが誇ります4割バッター内川長谷川両方三振でした。3回表先頭バッター柳田からも三振を取ります。9番中村ピッチャーゴロ。3回までは3人ずつきっちり投げていきました西勇輝です。4回の裏オリックス先制のシーンです。ワンアウト1塁に坂口を置いて鉄平、左中間真っ二つ、タイムリーツーベースヒット。坂口がチョークホームイン。1対0オリックス1点をリード。5回に追加点です。ツーアウトランナーなしで糸井、素晴らしい当たりがセンターバックスクリーン右側に入っていきました。4号ソロホームラン。2対0です。6回の表柳田、これがホークス初安打、初ランナーです。5回までは完璧でした西ですが、6回にヒットを1本、あとランナー3塁に進められて中村にタイムリーヒットを打たれます。西1点失って2対1、オリックスリードは1点です。そして7回です。当たりが止まっていた井出穂、左中間に豪快に運ばれました。同点3号ソロホームラン。2対2西打たれました同点。しかしすぐに反撃オリックス。7回の裏先頭バッターの伊藤が左中間を破ります。ツーベースヒット。スタンリッチはマウンド降りてサウスポー森福、糸井、勝ち越しタイムリーツーベースヒット。3対2。この後ランナーが溜まってツーアウトランナー一塁二塁、 T 岡田、左中間抜けていきました。岡田の笑顔、ガッツポーズ。2点を追加、5対2、3点差。楽なゲームになるかなと思わせましたが、9回の表平野佳久苦しみます。ワンアウトランナー二塁、今宮にタイムリーヒットを打たれます。これで5対3、2点差追い上げるソフトバンク。ツーアウトランナー1塁2塁4割バッター長谷川です。最後はレフトフライ。これで試合終了。なんとか平野が踏ん張りました。西勇輝5勝目、オリックスは月間17勝目、貯金2桁10としています。